ゼロサム20周年。第七王子に生まれたけど何すりゃいいの？ごく稀に前世の記憶を持っている人がいる。そして通常それは同じ世界で起こる事柄だが、神の気まぐれか別の世界の記憶を持った魂が世界線を越えることがある。そして今まさにそんな稀有な魂を持つ子供が中津国に生まれ落ちた。とこの世界に生まれて最初に思ったことは、なぜ視界がこんなに歪んでいるのだろうということだった。マヤ様、元気な男の子でございますよ。やっと生まれたのね。さあ早く見せてちょうだい。綺麗な緑の瞳はアブラーモにそっくりだわ。髪は私と同じホスト帝国の黒を継いでいるわね。顔立ちは国王様によく似ていらっしゃいますね。そうだわ、この子はきっといい国王になれますわ。国王？今この女性たちは国王と言わなかったか？一体俺はどこに生まれたんだ？俺？どこに生まれた？なぜ生まれていくばくも立っていない俺がこんなことを考えている？これではまるで…ライモンド、あなたの名前はライモンドよ。このチェントロ王国の次期国王になるのよ、ライモンド。まるで…生まれ変わったみたいじゃないか。時が経つのは早く、俺が生まれてから早3ヶ月が経った。その間にいくつか思い出したことがある。まず俺はもともと地球の日本で生きてきた生粋の日本人だったということ。理由は定かではないが、俺はどうやら死んでしまったらしい。俺が前世でどんな人生を送ったかについては割愛させてもらう。そして俺は何の因果かこの世界の王族として生まれ変わった。若い子からおじさんと呼ばれてもおかしくない年齢だったのに、今ではぷくぷくふっくら持ち肌の赤ちゃんだ。記憶が戻ってすぐの頃は絶望したが、数ヶ月経てば諦めもついた。いや、諦めというよりも記憶を記憶として処理できた。前世と今の俺の間にあるギャップに、俺は前世という記憶を持っているだけの非力な子供だと理解したのだ。前世の俺はあくまで別の人格人物である。前世の記憶は年を重ねるごとに徐々に風化していくだろう。しかし俺はその記憶のせいか、子供になりきれず大人にもなりきれない。その差のおかげで俺は俺なのだと安心するんだけど。黄昏れていらっしゃる？黄昏れていらっしゃるわね。この世界はとても平和で、5つの大国と99の小国が存在する。そして世界の秩序は5つの大国が守っている。その5つの国は対立するのではなく、互いに協力することで秩序を守っているのだ。つまりは戦争がない。その理由の一つとしてこの世界に存在する魔物の存在が挙げられる。魔物が跋扈する世界で人同士が争っている暇はなく、対抗する術ができた今でもその時代からの協力体制が続いているというわけだ。この3ヶ月で分かったことといえばそんなものだ。というのも俺が出会うことができた人物といえばライモンド、あなたはこの国の次期国王ですわよ。いいわね、このオスト帝国大長女たる私の息子なのだから、たかだか公爵家の女の息子に負けるなんて許しませんからね。あお、母親のマヤさん、国王、おう、おう。このようなことを延々と俺に言って聞かせている。少女のような印象を受けるが、孫をことなき大人の女性である。この人から知ることのできる情報は、俺には兄弟がいるらしいということ、父には母以外のお嫁さんがいるということだ。俺が弟である以上何も問題がなければ、王太子は俺の兄上にあたる人物であるはずなのだ。
にもかかわらず俺を王太子に通す母の言動のせいで使用人たちは俺と関わりを持とうとしない。一方父はというと、ライモンド元気にしてたかい。お父様でちゅよ。どうしたのかにゃ。ライモンド君はご機嫌斜めかにゃ。でこの男がここ中津国ことチェントロ王国の現国王であるアブラーモ・チェントロ俺の父親だ。彼の愛情表現の一つなのか、俺に話しかける時の口調は非常に、なんというか、俺の自尊心を逆なでしていく。これが国王で大丈夫なのか。父はライモンドが可愛いしか言わない。母は国王になれとしか言わない。とてもじゃないが世界の内政を知ることなどできるわけがない。この3ヶ月の間に俺が会うことができたもう一人の人物。ライモンド様。彼女は俺の世話係になったマリア。なかなかの美人で性格もいいときた。完璧か？絶対変な男のところに嫁になんて出せない。俺が守る。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちら。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。